アナグラです。不定愁訴で自分がちょっと少しでも効果あったことなんですけども、去年の暮れぐらいから始めてますかね。いや、自分は首に大きな原因の一つだと思ってますから、いろんな整形外科の人には問題ないって言われましたけど、ちょっと内科で取ったら結構頸椎が良くなかったりして、で感覚的にもすごく違和感があるっていうか、はっきり違和感が、左右に振った時ボコっていうような首っていうか喉ですかね、そこのズレワンクッション置くようなぎこちなさがあったんですね。それ今ちょっとないんですけど、ひどい時はありました。で、一皮むけるような時はそれがなくなってたりしたんですね。それでずっと首にはいろいろやってたんですけど、これといって大きな変化がなかったですね。いろいろやっても急に良くなるってことはそんなないと思うんですけど、で去年の暮れぐらいからちょっとまた新しいので、背骨コンディショニングってあるじゃないですか、ダルビッシュさんが言ってたあれを始めたっていうか、あれを自分なりにアレンジしてよりちょっと効果があるような感じでやってるんですね。1日そうですね、2回はやるかな。でそこで気がついたのは、頸椎は頸椎なんですけど、ちょっと自分が気がついたのはですね、頸椎の下にある胸椎、この胸椎の柔軟性っていうんですかね、もともと肩甲骨とか背中はすごくストレッチでも緩和させるようになことをやってたんですけども、弛緩させたり、胸椎周辺、肩甲骨、それに加えまして、胸椎上部の柔軟性に力を入れたんですよ。そしたらですね、背骨コンディショニングをちょっとアレンジした形で、座りが良くなったんですね、首の。だからすごく大事だなと思いましてね、座りが良くなったというか、無駄に首らへん、肩らへん、上部ですかね、なんですか、そのあたりに無駄に力が入りづらくなった。まだこれ継続中ですんで、だから上部胸椎と下部頸椎、この辺っていうのはかなりネックになるのかなと。そうすると頸椎の上が揃ってくるんじゃないですかねと思いまして、まだ途中なんですけど、ちょっとね体が、今でももちろん気温によって体調不良はありますけど、上半身が楽なんですね。そうすると緊張が、緩やか柔くになるって感じで、だから上部胸椎と下部頸椎との関係、しっくり若干ずれてんのか、あず
ずれてたのか、今も今はしっくりそのストレッチ やるようになってしっくりきてるんで、じゃあ今まで、ずれてたっていうかぎこちなかったその接合部分って言ったら変ですけど、胸椎と頸椎の境目その辺がしっかりしてくると、頸椎の上の方もちょっとバランスを時間をかけてでも筋肉が正常になるわけですから、より負担のかからない状態で、時間を見れば整ってくるんじゃないかなと思って、で、まあ頸椎の 1,2 番が大事だって言いますけど、まあ、それも直接その辺、まあ後頭下筋群とかありますけど、アプローチするよりこの辺、自分の場合ですけどね、やっぱその辺が胸椎上部と頸椎下部が大事なんじゃないかなとか最近思ってるんですね。で、なぜこういう風になるかというと、自分の場合ですけど、まあ、パソコン作業をね、もうえらい長いことをやってまして、時間も長く、それが大きく影響、まあ、姿勢もね、そんな気にせずに、昔なんか自分が楽な姿勢ってことで、椅子の上にあぐらかいてパソコン触ってましたから、で姿勢も大して気にもせず首が前向きになってたんでしょうね。まあその積み重ねも大きいかなと思ったりしますね。そしてまあ昔でいうガラケー、今でもスマホですけど、ガラケーもスマホも同じですよね、下向くということでから見ると、そうするとこう前に頭が出れば後ろが出っ張るんで、背骨ですね、境目らへん、そうするとよりストレートネックになりますね、頸椎が。この力学的っていうのかな、ちょっと分かりませんけど、そういう姿勢が楽な姿勢になっちゃうんですね。ですから最近やったそういうストレッチ系で言いますと、その辺がすごくポイントだとは思って、まあしばらくやってみて経過をここでまた発信していきたいと思いますけど、おそらくまあストレートネックでその辺が出っ張ってバランスがすごく崩れる、それと、首の筋肉も普通じゃない形ですから負担がかかると、で血管と神経が圧迫される、で脳幹あたりにも異常が出る、そうすると適切な信号が 脳と行き来ができないわけですから不調が出るっていう、そういうふうな流れだと思ってますけど、まあ何度も言いますけど自分の場合ですね。だからまあ不定愁訴って何で測ったわけじゃないですから、それぞれね原因があると思うんですけど、まあパニック障害なんか首っていうのが本当ね、東京脳神経センターでしたっけ、IKKO さんの動画見れば分かるように、まあ、長年の研究でああいうふうに訴えてますけど、まあそれはまあ初期の頃はよくググれば出てくる先生ですけど、まあそれ最初からもうそういうのを疑ってましたけどね。まあいろんな東洋医学系の人もかなり言ってますからね、その辺がやっぱり鍵かなと思いますね。なんであれ医者は言わないですかね、不思議なもんですけどね。薬だけ与えて生活の運動して生活もう規則正しくしてくださいとは毎回それさえも言ってくれないじゃないですかね。だから体から
アプローチするっていうのは本当医者はほとんど言わないですかね。自分の場合はね、パニック障害で先生が言ったのは、認知行動療法の本を、難しいかもしれないけどたくさん読んでくださいと。それとヨガなんかいいんじゃないですかねって言ってたことを考えると、まあ、その先生は、まあ、体のことを言ってるわけですけど、まあ、そういうことじゃないですか。うん。で、まあ、前にも話しましたけど、まあ、決定的なものはないって先生は言ってたんで、で自分で治すことを専念したんですけど、まあ、それでも何年ももちろんかかってますし、まあちょっと愛想はそんなに良くない先生だったけど、まあいいとこついてんだって、あのベテランの先生だったんですね。だからあのいろんな患者を見てると思うんですよ。そうするとあのヨガだとか、まあ、自律認知行動療法、その辺が効果があったんじゃないですか。そうじゃないとそういう発言先生の方から出ないと思うんですよ。まあヨガって言えばね、やっぱり体からどうにかしようっていう話ですから、まあそれも有効なんだなとは普通に思ったりしますよね。まあそんなことでですね、どうもやっぱり自分は最近ちょっと強く思っているのは、首に直接アプローチより胸椎の柔軟性、その辺をね思ってますね。ちょっと話ちょっと戻っちゃいますけど、まあネットでもいろいろ、まあストレッチなりいろんなことが載ってると思うんですけど、これは寝そべったりしたりするのは、まあ普通外に出て行動してると無理じゃないですか。自分はこれ立ちながらどういうストレッチがそれに有効かって今いろいろ試してるんですね。まあ頸椎の上部と頸椎じゃなくて胸椎の上部と頸椎の下部ががっちりしっかりバランスよくくっつくような、くっつくって言ったら変だな、結合するような、バランスの取れるような形にが行えるストレッチ、これをちょっと今いろんなところで試してますね。家でやった寝そべりながら横になりながらやるようなストレッチ以外にも、そういうのをちょっと同じようなものはできないかって今いろいろ試してますね。まあそんなことでですね、不定愁訴、自律神経失調症なんかはこういった首、頸椎って頭はどうしても言っちゃいますけど、胸椎も大事なんだよっていうふうに思っている今日この頃の動画でした。以上です。アナグラでした。ありがとうございました。失礼いたします。